本日はお足元の悪い中わざわざお越,しお越しいただきありがとうございますでも大丈夫ですかこんなところに来て意識高いねとか言われてません 社会的な活動を行う人に対して冷たい目で見るコミュニケーションがあります本日はその意味について考えていきたいと思いますさて改めて周りを見回してみますとこの空間すごくキラキラしてますよね文字通りスポットライト両方から来てますしさっきから気になってたんですけどあのオブジェクトは何なんだとかねそんなこと思ってます最近の私の日常とはかけ離れていて正直今足がすくんでるんですけれども でも私も昔こういったおしゃれな雰囲気の空間に何かいたことがありますあれは確か1990年代場所は六本木のクラブ実は私大学に入ったばっかりの頃クラブを貸し切ってダンスパーティーを企画するというサークルに入っていたことがありましたこれがその証拠写真となります。<laughs> こんな顔ししてねよくやりましたけど なんでこんなことをしたかと言いますとそれは私が茨城県出身だからです東京に出て思いっきり東京の学生っぽいことがやってみたかっただからあれ系のサークルにも入りましたインカレテネスしかも弱め <laughs> テレックスう東京で話すにはちょっとしょぼすぎますよねでもこんなんでも当時の私にとってはかけがえのない小宇宙小世界でした マジョリティに属している人にありがちですけれどもこんなんでもまあ自分は問題ないだろうと思っていましたもちろん自分の居場所を一歩超えると社会や世界には多くの問題があることを頭では知っていましたこちらすべて私が学部生の時に起こった出来事ですそれぞれが時代の転換点ということができますでも当時は えー、遠くにあるどこかの誰かの話にすぎませんでした当時の大学生がみんなそうだったというわけではありません私の同級生には薬害エイズ問題のの解決たために奔走ししていいるやつがいました入管法改正以後増えた外国人支援のために授業が終わるとすぐにいなくなっちゃうそんなやつもいました彼ら彼女たちは私にとって位置づけの難しい存在でしたどこかの誰かの話のはずが 彼らを通じて急に実態を帯びていくでも見知らぬ他者のために頑張る彼らはどうこうか嘘くさく見えるそんな時に私は最初の言葉を言ったように思います意識高いね同じような役割を果たす言葉は他にもあります今出ている通りですけれども当時の僕はこれらの言葉に逃げ込むことで半径三メートルのささやかな世界の価値を守ろうとしていたのかもしれません ちょっと話が新奇臭くなってきました。皆さんお腹あのご飯食べたばかり眠くなってくるといけませんので、少し景気のいい話をしたいと思います。この中でお金持ちになりたい人いますか？いたら手を挙げてみてください。いいですね。それぐらいじゃないとねやっぱりね。はい。ではあのお金持ちになったとして何がやりたいですか？なんでお金持ちになりたいですか？これは人によって答えはいろいろだと思います。 ファイヤーして世界中旅をしたいんだっていう人もいるでしょう宇宙に行って宇宙船の中追悼するんだっていう人も広い世界には一人ぐらいはいるかもしれませんでは世界の課題を解決するために運と寄付するぞそのためにお金持ちになるぞという方どれぐらいいますかもしいたら手を挙げてみてください遠慮しなくていいんですよここでは意識高いねとかいうやついませんのでね実際に 2%の富裕国の富を貧困国に移転するだけで貧困死がなくなるそういう資産がありますですから世界課題の解決のためにたくさん寄付をするぞっていうお金持ちを増えが増えることは世界の資産をなくす上でとても大事です欧米にはそういう人たちのグループがいて効果的にいた主義という思想がそれを支えていますところが日本ではあまり聞かない もちろん時々は有名人がなんか寄付をしたみたいなニュースが流れることがあります。どれどれと思って某ニュースサイトを開いてみる。コメント欄。そっと字ですよ。日本では寄付をするとなぜか偽善と言って叩かれる。そういった慣行があります。偽善を英語で言うとヒポクラシーでその語源はこちらになります。読める方います あのまあ、私も読めないんですけどこれは古代ギリシャの「ヒポクラシス」から来ているそうです。これは役を演じるという意味です本当は自分が可愛いくせに世のため人のためのふりをしているそのための仮面を剥いでやるんだというのが「偽善叩き」ですね。せっかく寄付をしてもそういうふうに叩かれるのでは割に合わない寄付やボランティアのインセンティブを下げてしまいます。 実は日本では格差が広がった2000年代に高階層の人がボランティア活動をしなくなっていくそういった分析結果がありますこれは世界的に見ても珍しい現象です通常ノブレス・オブリージュというのがあって高階層の人ほどボランティア活動やチャリティー活動を行うそういう傾向がありますところが今の日本はその例外になっている可能性がある社会的な活動をすると叩かれるんだからまあその結果もわからないではありません そしてそれは金持ちの話だけではないのですこちら119位中118位これある日本の順位なんですけど何だかお分かりでしょうかワールドギビングインデックスという見知らぬ人への援助行為とかチャリティーへの寄付などをまとめて総合指標化したものの日本の順位です日本はビリから2番目これでも前年度よりは1位上がってるんですけれどももう一つこちらのグラフもご覧ください これはワールドバリューサーベイという社会意識や行動の国際比較のデータでこれはチャリティー団体への参加の割合が横軸信頼の度合いが縦軸にプロットしたものですやっぱり日本は両方とも最下位近い日本でチャリティーいうとなんかうさんくさいって反応になりがちですけれどもそれがこの分析結果に表れているようにも思います一応構成を期して言っておくと日本で全ての種類のボランティア活動が低調というわけではありません 今も地方を中心に地域のためのボランティア活動が町内会とかの地域組織を通じて盛んに行われていますそういった自分の集団のための無償の活動というのは日本人は得意というより日本社会はそういう自集団のためのアンペイドワークをうまく活用することを通じて低コストに運営してきた社会でした時にやりがい搾取が問題になるほどにその一方で 自習団の外にいる人々のための活動を死にカルに抑圧するそういうダブルスタンダードがありました今日は詳しくお話できませんでしたが明治から続くそのメカニズムの一端についてはこちらの本で分析しています将来お金持ちになる人もならない人もよかったら読んでみてくださいさて時間もいい感じに押してきました最後に かつて半径3メートルの世界に持続していた私がその後どうだったのかということについて少しだけご紹介させてくださいその後いろいろあって大学院に行って博士課程まで進みましたでも研究者になる道は狭かった時は格差貧困問題が深刻化していく2000年代大学のポストも次々と非正規雇用に置き換えられていきます私の最初の、えー、仕事もですね えー、大学のあるプロジェクトの非常勤の研究員事前に給料20万円というのが提示されていました少ないと思いますかでも当時の僕にとっては同じ思わず結婚までしちゃいました <laughs> ところが私が入ったタイミングでちょうど予算が大きく削減されたと,ことのことで結局もらえたのが月に8万円結婚してる場合じゃなかった当時20代後半ですよ だだんだん人とも合図悪くなっていきますある日忙しく行き交うスーツ姿の人混みの中を歩いていた時でしたふと目の前に「ランチ880円」という看板が目の前に飛び込んできましたその瞬間こんな高いもの食えるかという怒りが腹の底から湧き上がってきましたいまだにこれどういう感情なのかうまく言語はできないんですけどその時思ったのは「自分はこの社会に含まれていない」 という強烈な感覚でしたそれと同時に昔僕が冷たい目で見ていた同級生たちはこういう社会の脆弱性を変えるために頑張っていたんだということを実感することができましたその後私も社会保障の勉強をしながら三夜とか中野といったあたりでホームレスの支援活動に従事するようになりますすると今度は私自身が偽善とかうさんくさいといった言葉に直面する場になりました ブーメランが軸を越えてぶっ刺さったようなものですですから私も偉そうなことは言えませんでも学生時代の自分に何か言うことがあるとしたらそれは次のようなことですかつての僕は社会の問題を自分から遠くにあると思っていましたそれはリアルじゃないからせめて自分が関われる範囲の人たち半径3メートルの世界だけは大事にしようと思っていましたテーマが大きくなるほど自分から離れていくそういったイメージです でも多分そうじゃない親密圏と遠くの他社は共通の社会構造の上に存在している大事な友達や家族と楽しく過ごせるのも現在や未来が脅かされていないからこそですそれを下支えする条件というのは政府だけではなく寄付やボランティアや社会運動といった市民の支え合いによっても維持されていますだから公共的な活動を行うというのは遠くに行くことではなく 自分の真下にあるレイヤーに降り立ちそこを強くするということなのかもしれませんそこは遠くの他者とつながれる場所でもあります脆弱な誰かを支えるということは自分がリスクを帯びた存在になったとき支えられるということでもあるからです情けは人のためならずとはよく言ったもので自分も昔はそういう立場に置かれることになるとは思ってもいませんでしたかつての日本は 企業や家族や地域といった枠が強かったのでその中にいればある程度安全が保障されていました自分の集団のために尽くすことが求められる一方その外に出る行動が冷たい目で見られるっていうのはそのの古い時代の名残です今はそういう中間集団が揺らいでいるのでより広い範囲で支え合いの空間を作ることが合理的です。それにももかかわらずいつまでも 霊障的なおでかっけーって言ってるのはクールというよりは古臭い昭和的な身振りではないでしょうか。偽善の語源は役を演じるということでした。確かに社会的に異種に取り組むということは日常とは違う役を演じているように見えるかもしれません。でもそれは何かを偽るということではありません。自分の真下にある。 もう一つのリアルな空間で役割を遂行するということです。ですから、偽善という批判にもひるむことはありません。堂々とその役を演じましょう。私もそれを通じて、足元にある別の世界を可視化できる優れたパフォーマーになりたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。